保です。皆さん2019年の夏はどういうふうにお過ごしだったでしょうかね。私はですね、前半で、北宝塚北の方にお伺いして、あと西青倉村っていうね、岡山の県北の小さな人口1500人ぐらいの村にお邪魔しました。でとってもいい思い出ができたんですけども、8月はなんといってもね、地域の町内会夏祭りに参加させていただきまして、これもね非常に勉強になりました。多くの方に手伝っていただきながら夏祭りを成功することができたかなというところですね。で、しばらく忘れてたんですけども、ナイトライダーね、このナイト2000を全然ね動かせていなかったんですよ。本当にね、何と言いますか、エンジンが壊れちゃったよっていう動画を上げましたけども、あの時以来ですね、走らせるのがちょっと怖くなっちゃったんで、駐車場の本当10メートルぐらいの駐車場なんですけども、前後するのが精一杯っていうね、駐車場から出ないドライブをしてましたけども、まあ今日 は天気もいいですし、ナイト2000にとっていい天気ってのは曇りなんですよ。炎天下ってのはエンジンルームの温度がすぐ上がっちゃってオーバーヒートするんで全然走れないんですよね。で今日は結構涼しくって、そのティーバールーフから降り注ぐ太陽もないんで乗りやすいかなってところなんですよ。ご覧のように雨上がりですから、かなりね空気もひんやりと冷えていて、結構走れるんじゃないかなと思います。まあそれでね、これからいろいろ出かけてみて、テスト走行を、30分ぐらいできればいいかなっていうところですよね。途中いろんなねキーをパチパチ押してますんで、キットが喋ってくれたりね、効果音が出たりしますけども、その辺も楽しんでいただければと思います。それではテスト走行何本かの動画に分けてお届けします。全部で30分ぐらいになるんではないかなと思いますけども、皆さんもね、あ、ナイト2000に乗るとこういう風な感覚なんだみたいなね、83年式のトランザムって結構あガタガタしてるなとかね、風が入ってるなとか水が持ってるなみたいな感じでね、見ていただければと思います。それではよろしくお願いします。途中喋りがちょろっと入るかもしれませんけども、基本的にはね、見ていただくだけの動画になってます。退屈かもしれませんけども、後部シートに乗ってるような雰囲気でお楽しみいただければ幸いです。それでは失礼します。ナイト2000はご覧のようにアメリカの車なんで、運転席が左側についてるんですよね。ということなんで、信号待ちをしていると左側に運転席があるっていうのは、歩行者からものすごくね見やすいんですよ。ですので窓を開けたりしてると歩行者の方がね声をかけてきたりします。そういったこともこの交差点で信号待ちをしている時の醍醐味だったり、コンビニとかねスーパーの駐車場に停めている時の、なんか楽しみの一つであるんですよね。あとよく聞かれることに、このトランザムの燃費ですよね。特にこれはレプリカしてますんで、いろんな電装部品とか他のカバーとかついてね、かなり改造してあるんですよ。そういったことで、割とね燃費ってのに配慮されてない設計になってます。燃費のことを言うようだったら、こういう風な車にはなかなか乗れないんだろうなっていうところと、あと、やっぱりやりくりしながらね、ナイトオーナーの方っていうのは全国で、頑張ってらっしゃるんだなと、楽しんでらっしゃるんだろうなと思います。燃費はね結構厳しいですね。何キロかっていうのは正確に測れないんですけども、5キロ行けばいいかなっていう感覚で乗ってます。ガソリンのゲージが半分ぐらいになったら満タンするみたいな感じで、もうとにかくねこまめに入れるようにしてますよね。
the maximum permitted speed.皆さんもやっぱり経験があると思うんですけども、車を買い替えた後っていつもの道路も違った景色に見えることないです。それがですね、このナイト2000に乗るとやっぱりね、それがもっとね増幅して大きくなりますね。なんかドラマに出てるみたいな感じがするんですよ。じゃあちょっとね足を伸ばしてもうちょっと遠くまで行ってみようかなと思います。交通量増えます。